はい、こんにちはくんです。ということで、今回はですね、私、バトルフィールド5をですね、結局、買うべきかどうかについてね、ちょっと話していこうかなと思います。まず、まあ言いましょう。まあ、買いです。買い入れて買い。買い羽織って言われそうだな。はい、まあ、どういうゲームかちょっと説明していくとね、BF1 と同じなんていう人結構いるんですけど、まあ、それは絶対いない。それだけは絶対なくて、なんでかっていうと、弾がね、当たりすぎる。BF1 にしては。弾がめっちゃ当たるから、どっちかっていうと BFH とか3の方に近い。BF4 はバグりまくってて、なんかぐちゃぐちゃなんだけど、BF5 は、なんていうのかな。BF1 に近くはないです。時代設定が近いだけで、結局こう、なんかめっちゃまっすぐ飛んでいくみたいな感じだから、しかも連射できるアサルトライフルもあるからね。だから BF1 よりは H って感じかな ?3 とか。だから FPS 好きな人は、なんかまあ楽しめそうな気はする。雰囲気ゲーじゃなくなってるかな。だから俺ストーリーモードやってないから、ちょっとそこがどうかわかんないんだけど、ストーリーモードはちょっとノーコメントで。で、まあ、あくまでマルチに関してなんだけど、まあ、そうだ。うちの再生数について話そうか。一応ですね、こう、まあ、自慢じゃないです。これは自慢じゃなくて、まあ、ちょっと、事実的な要素になってしまうんですが、BF5 の、日本人で BF5 上げてる中で、一番再生数取れてるのが、残念ながらくんさんなんです。俺が一番再生数取れてるチームでもなんか終わってる気がするんだけど、残念な感じになっちゃってて、まあ、まだ発売されてないからね。音じゃ上げてる?ちょ待って。弟者さんは、開けてるよね。開けてない!マジか。弟者さんね、開けてないですね。開けてない。まあ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 、まあ。だってあれだもんね。ね。だってまだだってさ、発売もしてない。まだ先行アクセスだから弟者さん開けてないんだろうな、多分。うん。で、うちのチャンネルですね、だいたい女性視聴者が 20% ぐらいなんですよ。どの動画もね。ラジオ動画とか。まあ、平均すると 20% ちょ、25% ぐらいかな ?5% ぐらいなんですよね。で、少ない動画とかは 27%、20% とか。で、多い動画だと、人狼とかだと 40% とか、50% いかないかな ?40、50% ぐらいいったりするものもあるんです。ただ平均すると、ま、25ぐらいを推移していて、で、BF5 の、女性率、どれくらいと思います？3%。で、年齢層も出るんですよ。年齢層。人狼ジャッジメントはね、だいたい22から25がすごく多い。22から27かな?ごめん。配分忘れたけど、そのくらいがすごく多い。で、PUBG が大学生とかが多い。BF5 はどうか。ってところなんですけど、ボリューム層としては、13から17の男か、40から50の女性か男性。女性かな?うん。どういうことかわかる?これ。女性に人気じゃんとかじゃなくて、その3%、唯一の3%その辺なんですよ。40ぐらいの男性か女性。まあ、男性も結構いるんだけど、ママフォンかパパフォンなんだよね。お父さんか。で、この前びっくりしたのは、なんか BF5 のコメントで、なんか、お母さんの名前みたいな。なんとか明美みたいな、佐藤明美みたいな名前でコメントしてて、わー、みたいな。わー、すげー、みたいな。まあ、これ BF5 だったかわかんないけど、吉田家共通アカウントみたいな。吉田お前、何書いとんねんみたいな。しかも吉田家共通アカウントで、まあ、めっちゃなんかくっせえこと書いてて、フォートナイトだったから何だったか忘れたんだけど、要するにお母さんとかお父さんのフォンで見てるから、まあ、そういう風に出力されてしまうと。感じなんですよ。で、まあ、BF5 ですね、再生数が5万。うちのチャンネルで、まあ、パート1は10万いって、パート2は、これね、重要だから、これ、YouTuber の再生数は関係ねえよって思うでしょ。違う、これ、YouTube の動画が伸びるかどうかって、割と、本当にそのゲームが流行ってるかどうかにも関わってくるので、個人的にはすごく重要な要素、ファクターを占めると思うんですよ。で、うちではパート1?まあ、ベータの時は抜きにして、パート1が、10万再生いったんですね。で、パート2、6万再生。で、パート3、6万7千再生。で、パート4、まあ、パート付けはしてないんですけどね、これ。パート4、5万。パート5、3万7千。あ、まあ、でもこれ、多分、表示上3万7千だけど、実態は4万5千ぐらい。まあ、5万ぐらいのコンテンツ。まあ、コンスタントに、まあ、1週間ほっとけば、
まあ、6万出るかなっていうようなコンテンツ、5万か6万ぐらい出るかなってコンテンツで、うちとしては打ち切りギリギリないんですね。うち1ヶ月経って5万いかなかったら、うちいっぱい動画上げてるんで、なかなかね、伸びないんですよ、すぐには。で、1ヶ月ぐらいしたら、まあ、5万ぐらいいってるかな、みたいな。まあ、5万いってなかったらちょっと考えた方がいいよね、みたいな感じなんだよね。1ヶ月経って5万いってない動画っていうのが、どういう動画かっていうと、COD ビオフォーもね、なんだかんだ、7万再生とか言ってるんだよね。で、なんかよくわからん。配信のタイムシフトも7万再生。で、第五人格も、まあこれはね、まあ、チャレンジ枠だけど、6万1000再生。で、BO4 5万1000再生。とか。だからまあ、BO4 がちょっとギリギリ合うと、あと、界隈のなんか、しょうもな系動画。当時上げてた界隈の、こう、しょうもな系みたいなやつあったじゃん？あの手の動画が、まあ5万再生切ることがあるって感じ。なんですよ。で、BO5 は、おそらく、うちのチャンネルでもあんま伸びてない方に該当してしまうのかなと。まあ、残念ながら、って感じかなと思います。まあ、面白いゲームなんだけどね。やっぱま、こっからね、まだまだ、これからなんで、みんなでね、流行らせて、ってか、まあ、俺が頑張んないとダメなんだけどね、これ。まあ、俺が頑張んないとなんかダメな気がする。そうだね。オーバークックっていう、こう、界隈でやったしょうもなゲーが4万再生、1ヶ月前で。で、雪山バトロワで7万7千再生だから、下手すれ雪山バトロワ、あったじゃん。あれよりもコンテンツ性が低い。この再生数でかなりコンテンツ性が関わってきて、もちろんさ、オドジャがデッドバイ上げたのと、俺がデッドバイ上げたのだったら俺の方が再生数出ないから、じゃあデッドバイが弱いのかって、そうじゃなくて、その人のチャンネルで比較するとね、よく如実に出てきたりするんだけど、うちのチャンネルだと、まあ、そういうことになってしまってるって感じですね。うん、5万再生切ってるようなものとか、1ヶ月経てもほとんどなくなってるんだけど、これで1ヶ月で5万再生いくのかどうかっていうのが非常に微妙ですね。ただ、俺のチャンネル自体もさ、知らない人は多いと思うんだけど、すげえ、すごいなったよ。マンサヤ戦いの終わり、2万6000再生。これすごいね。これ多分、なんかアカデミー賞だわ。うん。で、うちのチャンネルのね、発端が BF5 なんですよ。バトルフィールドってゲームのせいで、俺はこう YouTube 沼に引きずり込まれてったっていう形なんですよね。まあ、なので、バトルフィールドを、まあ、投げ出すわけにはいかないんですよ。まあ、つまり、なんでダイスは、まあ、EA はなぜ俺にスポンサーをしないのかと。まあ、スポンサーするわけないんだけど、なんかバトルフィールドディスラップとかやってる時点でするわけはないんだけど、まあ、なぜしないのかと。まあ、そろそろクンさんにね、スポンサードするべきじゃないかと。クンさん、再生数伸びないですけど、クンさんしかおらんですたいと。BF では。っていうね、言葉をね、ちょっともう EA は待ってるわ、俺。EA からのそれ待つわ、俺は。EA から声をかけてもらえるまで、俺は待ち続けることにする。絶対来ないと思うけど。お見てるか、EA!EA ジャパン!お前だ、EA ジャパン。なんか、ディスラップ出してるから危険人物って思ってるだろう。でも見てみろ、動画 !YouTube! コミュニティ、コミュニティ、フォートナイトもコミュニティって言ってるだろう。コミュニティなんだよ、コミュニティ。わかる？コミュニティを大事にしなきゃいけない中で、コミュニティで再生を持ってるのは、It's me なんですよ。その人に、スポンサードしなくてどうする？まあね、こう。でもスポンサードしても意味ねえか。だからといって盛り上がんないよな。クンリスナーがなんか、シュシュシュウィーとかって言い出して終わりだよな。見てくれ！まあ、そういうことだ。うちのチャンネルで多分ね、マンサヤのなんかこう、マンサヤ名前釣りしまくって結局、なんかこう、だってあれだよ？うちのチャンネルでの初速的には、多分ジュラシックワールド経営ぐらいの能力、なんじゃないか。多分初速は。そんな気がする。そんな気さえする。はい。まあ、ということでですね。うちのチャンネルね、意外とね、8月とかに遡るとね、かなり再生数すごいんですよ。新武器ベリル M762 が遠距離も近距離も最強すぎて13万再生。くん手のひら返してる。これなんだこれ？わけわからん。11万再生。何の動画かわかんないですね。第五人格13万再生。アストロニア4万9000。人狼ジャッジメント25万再生。PUBG、なんかよくわからんバイク16万再生。なんかフォートナイト8万再生。ラジオ7万再生。
人狼14万、人狼25万、なんかよくわからん電車のゲーム5万。まあよくわからん電車を破壊するゲームあったじゃないですか。電車をなんか脱線させるゲーム。あのかなりそのしょうもな系のあのゲームと同じぐらいのクオリティになっちゃってるんで、なんとかしてほしいというふうなのが、まあ本音というか、まあ僕の希望ですね。はい、ということで、くんさんの、まあ悲鳴でした。はい。